北朝鮮メディアはけさ金正恩総書記が台風被害を受けた北朝鮮東部、関門道の農場を訪れ復旧作業を指導したと報じました金総書記は冠水した畑の農作物の生育状況を改善するため空軍のヘリコプターと輸送機を使った農薬散布を自ら指揮したということです。報道によりますと、金総書記は視察の中で、 今年の農作業を安全に終えるため、あらゆる力を集中しなければならないと強調しました。一方、韓国の国家情報院は昨日北朝鮮で、今年1月から先月までにおよそ240人が餓死したとの見方を示し、食料事情が悪化していると分析しています。